どうも皆様、マグニーでございます。また一日休んでしまいましたが、今日もよろしくお願いいたします。もうね、言うまでもない、前回海底神殿のを攻め入るその2の動画をお送りしましたが、もうね、惨敗、もうむちゃくちゃでございました。そうで、当実況チャンネルにはね、コメント欄にね、先生がいります。先生がもしね、これからマイクラ始めたいなって思ってらっしゃる方はですね、その先生のコメント、当動画チャンネルにくださっているコメントを見ればですね、大体わかりますよ。本当にすごいコメントをしてくださる方が、先生がいらっしゃいますからね、ぜひ参考にしてみてください。その先生にね、やめとけっていうふうに再三言われたのに、やった結果がこれですよ。もうね、言うこと聞いとかないとダメですね。まあ、とはいえですね、ちょっとけじめをつけに行きたいなと思っております。せっかくね、これ牛乳用意したので、けじめだけちょっとつけに行こうかなと。というわけで、ね、というわけで、出発しましょう。で、前回かなの、ここにか、村に帰ってくるときに、ネザーゲートがね、ぐちゃぐちゃになっちゃったじゃないですか。変なところに生成されたっていうことだったんですけれども、今日はどうかな、一旦これでネザーに行って、多分、こっちから行く分には、ね、いつも問題ないですよ。こっち向きにね、形成されるんですね。ってことは、こっちから行けば、行けるのかな？ダメだわ。またここに出てくる。で、こいつをまた破壊しないといけないわけですよ。前回ね、このわけのわからないところに出てきて、ね、そのまま帰ってしまいました。これ潰さずに。潰せばよかったのにね、これ潰しておいて、こっち、どう行ったかな？あ、こっちです、こっちです。あ、ここです、ここです。そんなに離れてないんですよ。もうここ、これ、そういう道にしちゃいますか、ここ。なんだったら。そう、最近よく、起こるんですけどね、なんかマイクラが途中で操作不能になってない。今またね、Mac をね、再起動してやっておりますけどね。何なんですかね。はい、これでね、ちょっとネザーがうまく繋がったのか確認しましょう。こっちからはいけるんですよ。こっちからは、ただこっちからはいけるんだけど、どうすれば解決できるのでしょうか。こっちから入らずに、前はこっちから行くといけてたんですよね。大体。ただし、行けたとしても、あ、これ行けてるよ。これ行けたでしょ？行けてるんですけど、ただし、ちょっと向こうの方に行って、時間をかけてから帰ってくると、なんかダメな場合が多いんですよね。まあ、とにかく、行きます！よいしょ。今日はゾンビピックマン一人見えませんでしたね。行こうか、ちょっとけじめつけに行こうか。どっちから来たんやったかな。多分こっちだよね。いやマジでノー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 、ひでえのがいるわ。あ、すげえ。あ、あ、すごい。あ、すげえ。ちょっとこれ取ろう。おー、すげえ。見つけましたぞ。ちょっとね、ここでね、ちゃんと最後までやんないとね、締まりが悪いですから。最後までというか、言ったことはやりたいなと思います。あー、早速呪いにかかりましたが、この呪いがどのタイミングで出てくるのかっていうのもはっきり分かってないですけどね。こちらをね、掘っていきたいと思います。さあ、どうなるのでしょう。いただきます。お、なくなった。うっせえよお前。お、割と掘れるぞ。
これ一番下まで掘ればいいんじゃない？きっと。ああ、早速呪いだ。早いっすね。早いっすね。で、飲みます。で、掘りつつ置きます。掘りつつ。掘りつつ置きます。掘りつつ置きます。で、掘りつ、掘りつつ置きます。掘りつつ置きます。あれ？なんで降りてこない？なんで降りてこない？あっという間に呪い来ますね。よし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 、いいねいいね。いいねいいね。その調子ですよ。さあ、どこまでできるでしょうか？あ、あ、さあ、どこまでできるでしょうか？ああ、早速呪い。早いなー、すーごいわ、これ。こーら、すーごいですわ。もう掘れないもんね。牛乳ないから。はい、というわけでね。わあ、この作戦、この作戦が、圧倒的に、圧倒的に無意味だということが、判明いたしました。またいつか、普通に、チャレンジしたいと思います。ダイヤの装備を整えまして、ポーションを用意していくというね、普通のセオリー通りの攻め方になるかとは思いますけれどもね。そんな感じでやっていきたいと思います。今日はもうやめだ。今日やめ。そう。先生がね、コメント欄で書いてくださってた、エンダーチェスト。エンダーチェストだったかな？エンダーチェストっていうのは、普通のチェストと同じの、同じ動き、構造なんですけど、構造というか、同じ動きをするんですが、どこに置いても、中のものを共有するんですよ。だから、今これ、インベントリ開くとね、例えば今こんな感じでチェストっていうのが、これがエンダーチェストとするじゃないですか。このエンダーチェストっていうのを1個作ってしまって、その中に物を入れると、そのエンダーチェストを潰しても何をしても絶対その中に必ず、残ってるんですよ。だから、エンダーチェストの中に物を入れて、その場で回収して、まあ、でもシルクタッチでしか回収できないそうなんで、ちょっとハードル高いっちゃ高いんですけれども、入れて回収して持ち歩けば、インベントリーが増える。物理的にインベントリーが少し増えるというような計算になるわけでございますよ。なので、かなり、冒険を楽に進められるよということだったので、そのエンダーチェストを作りたいなということで、作るためにはエンダーアイが必要なのかな、エンダーアイを作るにはエンダーパールと、ブレイズパウダーが必要なので、その辺を集めたいななんていうふうに思っておる次第でございます。はい、無事帰ってまいりました。特にね、苦労することなく帰ってこれたんですけども、これから、ちゃんと、僕のね、マグニータウンの方へ帰れるかどうかっていうところが不安ですね。またね、今度、帰りのね、ネザーゲートがね、うまくね、生成されるか、同じ場所に帰れるかどうかが、肝でございますね。で、さっきはこっちから入りましたよね。え？怖い。殴られへんかな。あ、いけるいける。じゃあね。ポヤン取って。お、ちゃんと家買ってきた。なるほど。嬉しい嬉しい。結構嬉しい。歩き回って、エンダーマン討伐に行ってたいと思います。あっちだ。エンダーマンいねかエンダーマンはいねかあそこのクロちゃんの墓が久しぶりに見えてますねエンダーマンはいねかエンダーあ、いた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 おっ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 たエンダーマンおったおいえきたなおっしゃうわぁ、やられたそう、無益な戦いはしたくない。あれどうなっているどうなっているあ、よし。一応エンダーパールは手に入れている。
それでね、黒曜石の在庫をチェックして、エンダーチェストが作れるかどうかを確認しましょう。ああ、十分大丈夫だな。あとはブレイズロッドがあれば、あります。ブレイズロッドを、クラフトすると、ブレイズパウダーになります。はい、これで十分。無駄に使う必要はない。そして、エンダーパールに、ブレイズパウダー。そうすると、エンダーアイが完成しますので、このエンダーアイを中心に、黒曜石を周りに並べることによって、来たこれ!エンダーチェストの完成でございます。で、このエンダーチェストを回収するにはシルクタッチが必要なので、まだ私は使えないんですが、どこに持って行っても同じものができるということですので、あ、そうか。じゃあ、シルクタッチできるかどうか、ね、行ってみますかね。よいしょ。えいよ!エンチャントのコーナー!さあ、行くよ。ダメ!ダメ、ぴょん!そうか、一個ついてるのにはつかないか。同じだよね。同じだよね。やめとく。じゃあこれ、ダメージどうか。もらっとくかな。ダメージどうかもらっとくか。はい、最後の本。うわぁ、全然ダメだ。諦めよう。全然ダメじゃないですか。わずかな期待をしてしまった私がダメでした。よし。というよりですね、防具は大丈夫かな?防具は大丈夫なんだが、武器があまりにもないですね。というわけで、エメラルドが多少あるから、村の方へ行って交易でダイヤの剣とかを手に入れるっていうのはどうでしょう?はい。考えつきました、今。エンダーチェストちょっと怖いな。なくすと怖いからちょっとまた返しておいて、準備してからですね、村の方に行って、交易で、ダイヤの剣とか、ゲットしてみたいです。ダイヤの剣くれるかな?もったいないから使いたくないんですよ。ダイヤはまだ多少あるにはあるんですけどね。はい、村へ帰ってまいりました。それでは、交易のできる村人を探しましょう。武器鍛冶だから多分、あ、早速いたんじゃない?あれ?あれ?あ、鍛えないとダメなんだ。鍛えてかないとダメなんですか?新しいものを作らすには。ちょっと違う武器鍛冶を探してみます。違う武器鍛冶いないかな?あれ、牧師が多いな。ここは。牧師村なんですね。牧師、あ、これは?あ、お、川細工、川細工。川細工。エメラルドをくれるんだ。なるほど。あ。あ、違うね。こいつ。あ、喜んだ、喜んだ。これを喜んだから、新しいのが増えてるんですよ。おー、成長してた、成長してた。わー、ついにダイヤだ!わかったよ。お前の実力はだ、分かった。大体分かった。もう一人武器鍛冶がいるから、こいつの場合は、これだろ?じゃあ一個もらってやろう。ね。交易。交易。どう?喜ぶ?よーし。こうなったら、増えてる。増えてる。増えてる。っていうことなので、腐った肉を使って、牧師から、もらう。そう考えると、ゾンビのスポナーが欲しくなっちゃうわけだ。なるほどですね。うまくできてますね。皆さんにね、ちょっとね、ご意見をね、頂戴したいんですけれども、村を作るのなら、僕がいるマグステーション、マグマ、マグ町?え?マグ村?で作るの方が、作る方がいいのか、もしくは、今ある、バイオハザード村を、いい感じの村に成長させる方がいいのか、どうですかね。もしよろしければコメント欄にご意見いただけるとありがたいです。はい。今日はね、この辺で終わるつもりでございます。このダイヤの攻撃はどこまでできるのか、私が、今まで、ゾンビを倒すことにストックしていきました。この腐った肉で、一体どれだけのエメラルドをゲットすることができる、一個なのか。一個なんだ。本当に、あ、一個じゃないね。一個じゃないね。
お、喜んだ喜んだ喜んだってことは、あ、ちょっと増えるんだね。ちょっと待ってよ。 Thank you。 待てよ。やっぱり腐った肉じゃそこまでゲットできないんですね。あれ、これ罰ってなってるの何？もうでけへんってこと？腐った肉があったとしても。村人との攻撃でエメラルドをゲットしやすくするために、ゾンビスポナーをちょっと明日探してみたいと思います。また取り留めないのないことばっかりしてますが、大丈夫、全部全部ちゃんとけじめつけていきます。あ、出てる、村人出てる。まずいまずい、ダメだよ本当に。何やってんのマジで。本日はこの辺で終わりたいと思います。皆様、ご視聴ありがとうございました。ゾンビスポナー探してやりたいと思います。それではまた次回の動画にご期待ください。今日は、何した？今日は何した？今日特に何もしてない。いろいろまあいろんなまあ実験しましたよね。攻撃初めて、攻撃今日初めてですからね。うん、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。